真由と山下ななみの言霊パンケーキ。こんにちは、吉岡真由です。こんにちは、山下ななみです。というわけで私たち2人の新番組が始まりました。結構マイシーに会うの久しぶりだよ。あのマイシーの舞台見に行った、うん、そう見に来てくれたんですよ。そうそう、マーギマギマーギマギみたいなあの曲がずっと頭から、ね、ぐるぐる離れなかったんだけど、 それ以来にマイシーと会ってます。はいはいね、なんかプライベートでも会えて、でこうやって仕事でも改めてね、一緒にできて嬉しい限りですけども、今日から、うん、あの改めて第1回のラジオが始まるということです。そう、もう第0回がね本当に出来のいいね映像に仕上がっていたみたいなんですけど、はい、見ました見ました。いや、まだ見てないです。おっとっと見ましたか。見ました見ました。 ありがとう。楽しそうにね、あの桜のお花見をしている動画なんですけど、うんうん、第0回、うん、あのもうすでにアップされてまして、結構ね、はい、メールを見る限りでも見てくれている人がほとんどだっていう感じなんですけどね。あの綺麗にあの桜が咲いていまして、はい、なおかつすごい快晴でね、そうでしたね、お花見日和の日に撮影したものなんですけど、うん、あの撮れ高が高すぎて全部収まりきらないっていう、うん、そうまだねお見せしてないねところもあるみたいなので、ね、まあ、いつかそれが出るかもしれませんから、はい、ませんね、楽しみに、はい、私もねなんかそれが出たら全編通して、うん、それまで食べとくんだね。ぜひぜひよろしくお願いします、まあ、はい、じゃあ早速ですがメールを1枚もらってるので読みたいと思います。ありがとう。えのっけんさんからいただきました。えのっけんさん、うん、山下さん吉岡さんこんにちは。そして新ラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。第0回見ましたよ。動画を通じてお二人の仲の良さを見れて幸せでした、うん、また山下さんの天然ボケと吉岡さんのツッコミというベストコンビを感じました。そんなお二人には記念すべき第1回目の放送ということもあるので、うん、自己紹介ならぬお互いをリスナーに紹介し合う他者紹介をしてほしいですということです、はい、なるほど。そうですよね、改めてこの番組新番組ということで、うん、あのここの2人の組み合わせをよく知っている方もいればそうじゃない方もいらっしゃるので、うん、初めましての方にも改めてね、うん、私たちがどういう人なのかっていうのをじゃあ紹介していきましょうよ。わかりました、はい、ぴったりなねことを送ってきてくれましたけど、はい、オープニングにふさわしいですね本当に、はい、まず何ですか。声優さんですね私たちは。そうですね、声優というお仕事をやっております。やっております。はい、まあ、何て言うんだろう。じゃあ私から見たななみさんはですね、うん、あのまあ、山下ななみさん、はい、1995年そうです生まれで同い年なんですよね、ここはね、うん、で、あの、まあ、夏生まれということで、はい、あの素晴らしくキラキラした方なんですけれども夏の海のビーチが似合うような本当あのよくね小悪魔的なとかっていう話をされますけど ね、 言われてしまうね、うんうん、ダメ。いやなんか小悪魔っていいの、まあ、悪魔じゃないからいいかなんか自分のキャラクターを持っているんだけど、それぐらいその魅力的というか魅惑的というか、その言霊パンケーキになる前に魅惑のパンケーキみたいなちょっと候補があったのもななみさん要素が強すぎるみたいな話があったじゃないですか。ね、なんかそういうのもあってななみさんらしさっていうところでその小悪魔っていうキーワードがよく出されるのかなと思うんですけど、まあ天然あー言われますね。私はななみの選ぶ言葉のチョイスはすごく好きなんですよ。あ、本当に。はい、斜め上なんですね。そう、脚本家毎日にそんなことを言ってもらえるなんて嬉しい。普通の人ではあまり選ばない言葉をちゃんと面白くセンテンスとしてピックアップできる力を持ってるので面白いと思います。そろそろ飽きてきましたね私は。ね、マイシーどんな子かなってもう一回ちょっと自分の中で聞いてなかったですね私の紹介ね。小悪魔のとこまでは聞いてました。あ、OK です、はい、ありがとうございます。じゃあもうそろそろやめましょう。じゃあ逆にどうですか。マイシーはねもう本当にねあのね器用すぎて不器用なところがあるっていうか、まあ、それが可愛いんですけど、なんかね何でもそつなくこなしちゃうがゆえの不器用さみたいなのがねあるんですよ。だから、まあ、ファンの人はすごいそういうところが、うん、こうなんていうんだろう、マイシーのこうキュンとくるポイントだと思うんですけど、うん、なんか私はねそういうマイシーを見てね手をそっとね引っ張ってね行ったりねできたらいいなと思ってます。はい、吉岡マイシーはねもう本当になんか脚本書いてるね、はい、さっきも言ったけど、はい、
なんかドラマを書いたり、なんか本当にダンスも上手だし、歌も上手で、舞台もやってね、声優もやって、本当いろんなねマルチに活躍をしてる子なんですけど、うん、まあ、ここではポンコツなまゆし私が引き出していこうと思っていますのでちゃんと回収してくださいね、そしたらね。わかりました、はい、お願いしますよ、はい。まあ、この番組で言うと私がボケでまゆしがツッコミっていうような決まっちゃったあの感じになってますので、はい、はい、楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、第0回は動画だったんですけれども、改めて今日からは、ラジオになりますので音声でお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。それでは言霊パンケーキ、ただいまから召し上がれ。この番組はインターネットラジオステーション音泉の提供でお送りします。言パン胸キュンカルタ、ラジオネームスピさんからいただいた。あ、私の好きな人って誰だと思う？想像つかない？そろそろ分かってくれてもいいんだけどな、この鈍感男。吉岡真由と山下奈々美の言霊パンケーキ。はい、はい、ね、突然ジングルで急に胸キュンきましたけど。いや、めっちゃ楽しいわ。やっぱりやっぱ本業みたいなね、うん、とかあるから、まあ、そうですね、人をねこう声でこうね、うん、キュンとさせたりね。この話は第0回の動画でもしてましたけどね、はい、胸キュンの話、カルタを、カルタをね作ることを目標に。そうね、最初ですから、あーということでね。そうね、あいうえおってね、こうどんどん続いていくので、はい、最初から破壊力高いですね。セリフ待ってます。本当なんか本当キュンキュンするやつ、ドア玉からめっちゃクオリティ高いもん出されてやばいなって思ってる。だってもしさ、うん、もし、うん、万が一これが皆さんの元に届いた時に得をするのは、うん、これを聞いてるあなたですから。そうですよ、だから送ってきた人はね、うん、なんか自分のセリフが読まれたらやっぱ嬉しいじゃん。自分が言ってほしいセリフ言われるかもしれないってことですからね。そう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 、だからね帰ってくるからね。オーケー、だから皆さんぜひセリフを送ってください。お願いします。はい、ということで今回はね、うん、前回いろいろ出してみた企画をどうしていくか具体的に話していこうと思います、はい、なるほど、うん、まずは、うん、私がね、そうそうそう、プロデューサーとなって、うん、まゆしアイドル化計画これやりたいんですよ。まあ、っていうのは話は出てましたけど、具体的に、そう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 、あのね、あの偶像のねまゆしをね、うん、作っていくの。どう偶像の、そうそうそう、うんうんうん、このリアル吉岡まゆとはまた別の、はい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 、まゆし、なるほどね、を作っていきたい。一つのキャラクターとしてってことだね。そう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 、ほうほうほう、なんかね、私はね、あの手が届かない感じのアイドルがいいんだよな、一見。あ、あの昔懐かしい、昭和の、昭和のアイドル、そうそうそうね、わかる、聖子ちゃんのような、そうそう、ああいうアイドルだけ ど、はいはい、まあ、なんか裏を垣間見ると普通の、なんかほんと普通の女の子みたいな、うん、なるほどね。そうそうそう、じゃあプライベートな面もちゃんと発掘しつつ、うんうん、表側のアイドルとしてもみたいなこと。そうそうそう、でもなんかメディアに出てるときは絶対裏は見せないの。なるほどね、そういう、そういうアイドルを私はね、もう結構出来上がってますね。作っていきたい。なんか最近のアイドルはやっぱりなんて言うんだろう、身近な存在じゃない。そうだね、そうそうそう、だから、うん、それとはまたなんかちょっと違ったね、なるほど、キャラクターを作っていきたいと、はいはい、思っていたりするよ。リスナーの皆さんはどうすればいいんですか、この企画の時。あー、なんかね、アイドルらしいねことを、マイシーはどんななのかっていう質問とかを送ってきてほしい。あー、なるほどね。ああ、でそれに答えていくから、答えていって、そう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 、私のキャラクターを作り上げていこうってこと。そうです、そうです。あ、いいんじゃない。そう、いいと思います。何かあれば、ね、はい、質問があればね、はいはいはい、送ってください。そして、あ、じゃあこれかな、コトパンポエム、ポエム、ね、あの皆さんから送ってきてもらうメールを見る限りすごい文章力あるじゃないですか、うん、あるね。でやっぱりポエムにした時にすごい面白いと思うんです、はいはい、だからあのテーマをこちらから提供しまして、うん、皆さんにポエムを書いてもらおうと、うん、それを私たちが読んで紹介しましょうよっていうコーナーです、はい、ポエムってやっぱ昔からちょっとなんか恥ずかしくていいよね。でもこれさ、やっぱメールだから匿名だから、あ、そうね、こっぱずかしい感じをね、そう、全面に出してってほしい。出してっていい、うん、わかるわかる、なんか抑えた感じじゃなくて、うん、こっぱずかしいな、こ
これみたいなのをね、むしろこういう場だからこそできると思う。そうね、で代弁してくれるのが私たちなわけだから。そうね、そう、確かに自分で読むわけじゃなくて私たちが読むからさ、うんうん、それはそれで幸せじゃん幸せじゃん、はい、あとななみさんもう一つやりたいって言ったことあったね。あるんです、あるんです。山下ななみ資格に挑戦、うん、ってやつなんですけど、ユーキャンじゃんって、そうそうそう言ってたんだよね。そう、私ねもう本当にね今まで何か自分のスキルアップをね、うん、したいしたいとか思いながら、うん、なんかね手を伸ばせずにいた私をね、うん、もう後悔してるんです。なるほど、反省してもうここまで生きてきてしまったから。だから後世では、後世もう死ぬの後世って 今から後の人生のことじゃない、合ってない、あのあ後ろの、ああそうそうそう、今から先の人生は これからね、はい、うん、これからの人生ではなんかもっと自分のスキルアップをね、うんうん、できるようなことをね積極的にやっていきたいんですよ。なるほど。でこの番組がね、あの言霊パンケーキということで、うん、言ったことはね、なんて現実になるっていうか、うん、口に出したことがこう叶うみたいな、うんうん、ね、テーマがあるから、私はね自分のスキルアップできるなんか資格とか講座とか挑戦をしていきたいんです。なるほどね、はい、まあ、いろんなパターンありますからね、何をやるかも。なんか見たんだけどね、うん、アロマとか、うん、あと医療義務みたいな、はあ、もう超専門的なことまであるんだね。そ そうでもなんかその医療の方はそのなんて言うんだろう、すごい本格的なやつというよりはその、うん、病院の受付とかでお会計したりとか、そうそうそう、業務的なものをなんかやったりとか、患者さんのねなんか様子をこうちょっと 見れたりとか、そういう程度なんだけど、でもなんかそういうちょっとなんて言うんだろう、初心者でも、うん、取れるようなところからまずはね、始めていきたいと思っておりますが、でもせっかくだからさ、すぐにでもできるようなことはとりあえずね手つけておきたいよね、うん、そうなんです。私ね、なんといっても昔からもう字が踊るようなね、踊る、字が踊る、字が踊ってるようなものを書いてしまうんですよ、うん、丸々の字をね、うん、だからちょっとそれをね直そうかなと、この機会に。なるほど。思いまして、こんなものを用意していただきました。何何、じゃじゃん、聞こえるか、これです。なんかね、あのね、本、テキスト、テキスト、こんな聞こえる、こんなテキストをね、うんうん、用意してもらったんです。嬉しい。こんな言ってすぐに言霊ですよ。言霊でした、ありがとうございます。なんかね、そう、これはね、あのペン字練習帳というものです、うんうん、はい、これね、あのなぞると字が綺麗になる、あれだよ、小学校の漢字ドリルみたいなもんだよね。漢字ドリルみたいな、そうなんです。あ、ほら中のさ、このさ課題にもお礼文とかがあって、あー、いいね、誠にありがとうございましたとか、先日はごちそうさまでしたとか、深く感謝いたしておりますとかね、あの縦書きなんだよね基本的に。そうそうそう、まあ、こんなものをね綺麗に書けたらいいじゃないですか、うん、あー、なるほどね。この一冊30日で習得できる。はい。だからね、ラジオ向きだなということで、ね、なるほどね、用意していただきました、企画の一つとしてね。そうなんです。あの特にさ、私たちさ、うん、ラジオ毎回終わった後に感想を書くじゃないですか、うん、あれ毎回毎回あのスタッフの皆さんに打ち込んでもらってるじゃないですか、うん、私たちが書いたものを、はい、そうね、それそのまま出しちゃって、うん、皆さんが見れる状況にしたらより頑張れるんじゃないですか、うん、そうね、それです。あの感想とか送ってほしい。上手、どれくらい上手になったよって、あの褒めて褒めて伸びるタイプ。そうそうそう、もう分かると思いますけど、うんうんうん、これを聞いてるとそういうタイプだということが。今回からやります？今回からやりましょう。じゃあとりあえずベース、はい、今のななみさんの字はこれですっていうのを出して30日後どうなったかっていうの、はいはい、まだ私の字は踊っております。まだ踊ってる状態、はい、まあ、そこからビフォーアフターですからね、こういうのって。はい、なんかもう本当に綺麗な字でね、なんか皆様にお礼を伝えたりできたら素敵だから頑張ります。はい、頑張ってください。はい、なんかいろいろ出たね。そうだね、本当になんか言霊パンケーキっていう題名にぴったりの企画がたくさん出てきたので、うんうん、お楽しみに、はい、ということで、これからやっていくことについてお話ししました。ことパン胸キュンカルタ、ラジオネーム琥珀さんからいただいた。会いたいって言ったら迷惑かな。吉岡真由と山下ななみの言霊パンケーキ。
皆さんから届いたメール言霊を紹介していきたいと思います、うん、みんなからどんな言霊が届いているんでございましょうか、うん、はい、読んでいきますよ、うん、チャハカさんからいただきました。ありがとう。マイシーナナミン、こんにちは。こんにちは。そして言霊パンケーキ第1回目の放送、本当におめでとうございます。ありがとう。このラジオが発表されるまではまさかお二人でのラジオがスタートするなんて夢にも思っていなかったので、はい、今こうしてラジオがスタートしていることが本当に夢のようです。第0回の配信ももちろん視聴させていただきましたが、すで、うん、にこれからの目標やお互いにやりたいことがたくさん出てきていて、一人のファンとしてワクワクが止まりません。これからもたくさん応援していきたいと思っているので、今後の放送も楽しみにしています。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。第0回見てくれたんですね。ねえ、もうよかった。無事にこうやって第1回目を迎えられて。本当。第0回よりも前からずっと何やろうかねっていう話をずーっとしてたじゃん。そうそう。だから改めてね、なんかこうやって皆さんのところにちゃんと声が届けられるっていうのは嬉しいことですね。うん、ねえ、おめでとう私たち。パチパチパチ。それでは次の言霊読んでいきますよ。ホサコーさんからいただきました。サンキュー。マイシー、ナナミン、こんにちは。こんにちは。新番組のスタートおめでとうございます。僕はお二人のことを最近知ったばかりなので、こうやって一から応援できるのがとても楽しみです。うんうん。春になり、いろいろなことがスタートする時期。ワクワクすることも多いけど、緊張や不安もつきものなのかなと思います。うん、お二人は緊張や不安とはどうやって向き合っていますか？なるほど。緊張しいだ、私は。あ、私も割とするな。本当に？してるしてる。あー、でも前し、なんか、あれだよな。なんか自分の才能でどうにかできちゃうからな。うう緊張してても。いや、緊張をバネに頑張ろうと思えるけど。確かに、そういう人ね。うん。むしろこれを乗り越えた先にもっと強くなれるみたいな。なんか、はいはいはい、やべえ、少年漫画みたいな感じだったけど。そうね、自分にこう、鞭打っていくタイプだよね、そう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 、マイシーって。そうそう、それで強くなっていくみたいな。まあ、わかる、うん。私もなんか意外とね、シビアだからね。そうそう、すごい緊張する。でも緊張するって言葉で言うとさ、やっぱりみんなと共有できるからさ、ちょっと楽にならない、そうそう、ね、気持ちとして。なる。なんかそれって本当にさ、なんて言うんだろう。肩の荷がちょっと降りるけど、うんうんうん、なんて言うんだろう。気の知れた中の人だと言えるけど、うん、まださ、春になったばっかりでさ、うん、知り合ったばっかりの人にさ、なかなか言えなかったりもすると思うんですけど、うんうんうん、おさこうさん。はい。手にね、人という字を書いて、ね、飲み込むというね、緊張を解く技がありますから、はい、周りに緊張するって言えない人がいた場合は、そうだね、そういう風にやって自分を落ち着かせてくださいね。はい。はい。ということで、まだ行きますよ。はい、ワンオンさんからいただきました。サンキュー。マイシーナナミン、こんにちは。こんにちは。第0回を拝聴拝見させていただきましたよ。サンキュー。二人ともさすがの息の合いようで、第0回から安心感が半端なかったです。うん、今回は花見ロケで雑談を交えながら番組名やコーナーについての会議をしていらっしゃいましたね。お二人の良さや面白さが引き出されそうなコーナーに、言霊パンケーキという素敵な番組名ができましたが、はい、この番組のキーワードは言霊になりそうですね。そうです。僕も言霊を存在を信じていますし、口に出せば発信すれば何か起こると思っています。だからここで言わせてください。たまにでいいので動画付き放送が見たいです。あは、そのうち毎週配信になってほしいです。いつかこの願いが叶う日を信じて毎回毎回更新を楽しみにさせていただきます、ということです。はい、ありがとうございます。いや、素敵な言霊でございますね。早速この番組を使いこなしている、ね、なんなら第1回目なのにさらなる展開をっていう。そうそう。そっか、なんか私たちもお花見の時にいろいろな言霊を言って希望を言いましたけど、うん、はい、その中にはね、なんかやっぱりいろんな場所にね、うん、結構気球に乗ってみたいとか言ったね、言ったし、確かになんかちょっと動画もね、うん、たまーには、まあそうだね。とか、まあ私たち、あの、言霊パンケーキの、うん、あの、公式ツイッターがね、はいはいはい、ありますので、そこに写真だったり、ちょっと短いね、うん、あった時にイエーイみたいな動画は撮れると思うので、はいはいはい、それを楽しみにしててください。はい、それじゃあ続きましての言霊は、はい、自然になりたいさんからいただきました。サンキュー。まゆしーななみー、こんにちは。こんにちは。記念すべき第0回放送のアフターシーンとして、うん、番組公式ツイッターにアップされた車で移動中のお二人の動画を拝見しました。ななみーの隣でまゆしーがすやすや眠っていましたよね。どちらかというとななみタイムで有名なななみーが眠っていることが多いのかなと想像していたので、うん、少し意外に
に感じました、うん、ところでお二人は仕事の移動中どうやって過ごすことが多いですか？今後もお二人のほっこりした動画楽しみにしています。なるほど。はい、そう、この人はななみタイムという技をね、そういう時間帯があるんですよ。ななみタイムっていうのは、はいはい、私ね結構ね常日頃ね、うん、眠っていた人なんですよ基本的に。ね、もう本当にね寝るのが好きなんですけどね、はいはい、だからまあ日中働くじゃないですか、うん、でもね8時とか20時、はいはい、20時だったり24時だったり、うん、なんかね、すっごいね、眠くてしょうがないタイムがあるの。いや、よくさ、波があるの、そういう。夜の時間帯とかで一緒に仕事してると、うん、急にナナミスイッチオフしました今みたいな、すごいわかるときあるよね。そう、それが、ナナミタイムです。そうなんです。あー、ダメダメ。電源がね、切れちゃうんです、眠すぎて。もう残り 1% から0になりましたの、あの瞬間ね。そう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 。20時1回でもそこを頑張って乗り越えたらまたオンになるんだけど、うんうん、はいはいはい、すぐまたでもまた10時、22時ぐらいに来て、で、またオフして。あるね。そういうことをななみタイムって言うんですけど。そのななみタイムを予想してたら、はい、逆でびっくりしましたって話なんですけど。そう、まゆしーがね、すやすやとね寝てたから私はねこっそりね動画を撮ってねあげましたよ。突然 LINE が飛んできてプンって、うん、飛んできて、うん、何かなと思ったら動画貼られてて、うん、こんなの撮ってたのみたいな。え、待って待って知らんわって。そう、実は撮ってたんです、ね、もう本当に寝入ってたでしょ。寝てたね、うん、気づかなかった。そうそう、だから私も仕返ししてやった。えっ、ななみさん私の動画も撮ってる？撮ってたよ。どんなだってやられたらやり返すタイプです。うわーやられたでもまだ帰ってくるんだな、やっぱ自分にこういうことをやると。ちょっとじゃあ、ななみさんにちょっと見てもらおう。そうね、本人チェックで。本当に私知らないやつだよね。そう、誰にも送ってない。だって、いや知らないよこんなの。これ私寝てんの？寝てるんだって。これ寝てる？すごくない？綺麗なんですよ寝方が。えぐく綺麗なんですよ寝方が。ほらね、こんな綺麗に寝れる人いるのかと思って。あのねちょっとね、私ね、お団子ヘアだったんですよ、はいはいはい、この時、はいはい、で後部座席にお団子ヘアがブチュってなると潰れちゃうでしょヘアスタイル、うんうんうん、だからそれを無意識に気にして寝てるんだ。あ、もうね浮かせてる。なので、ね、本当に目、ただ目を閉じている瞬間が長いだけの人になってるんだけど、いやこれはちょっとさ、寝ているわ。アップしましょう。アップしよう。コトパンツイッターに。はい、ああ、そうですね。せっかく公式ツイッターありますんで。そうね、活用してこう。はい。まず、綺麗なななみさんを見てもらおう。全然知らなかった。その後の最後の前シーンも超絶可愛いので、ちょっとそこの方が注目してほしい、私的には。やられたまんまをやり返しました。見たら何かわかると思うので。はい、お願いします。ということで、皆さんからのことだま、メールをご紹介しました。吉岡真由と山下ななみの言霊パンケーキ。山下ななみ思い出の1ページ。リスナーの皆さんがなぜか知っている山下ななみさんの子供の頃のエピソードを紹介。はい、ななみさんに子供時代を思い出させてあげましょうというコーナーです。はい、はい、まあ ね、うん、まあなぜか知っているということは、要は皆さんからの無茶ぶりを送ってもらおうというコーナーですね。いやー、アドリブ力が鍛えられますな。いや本当に、いやでも私もちょっとちらっと見せてもらったんですけど。あ、本当、私まだ全然見てないの。みんなマジでよく知ってんね。みんな地元の人じゃない？あれなんだ、うん、徳島県民かな、みんな。みんな多分徳島にいたんだわ。いたんだろうね。ということで、はい、読んでいきますよ。ありがとう。イズミンさんからいただきました。イズミン。ななみんって、うん、子供の頃、うん、隕石をバットで打ち返して世界を救ったことがあったよね。知ってたのか。もしかしてあの時一緒に世界を救ったって、あれななみさんだったの？あれ私だったの？マジか。こんなところでバラされるなんてほんと予想外なんだけど。いやでもそれは言ってった方がいいよ。いやそうなのかな。世界救ったんだから。いやなんかね、私ね放課後ね、うん、小学生の時だったんだけど、おうおう、まあもう放課後終わったからよし帰ろうと思ってたら、うん、
隕石が上から降ってきたの。マジ？徳島に？そう徳島に。あ、これはやばいと思って、私助けなきゃと思って、うんうんうん、その時野球の人たちが、あの、うんうん、練習してたから坊やたちが。ほうほうほう、坊やたち。だからね、もう本当にバットを奪い取って私は、うんうんうん、カキーンって打ったのよ。おー。そしたらね、なんとね、その隕石がね、うん、私の学校の校長先生の銅像に当たっちゃった。でもね、私が吹っ飛ばした隕石だったからね、うんうんうん、もう距離なんてね、うんうん、もうそんな知れたものだったから、うんうん、まあ何事もなく、次の日、ね、誰だ、うちの校長の銅像を壊したやつはってなったんだけど、なるほどね、私はもうね、黙ってね、野球部の男の子たちも、絶対秘密だよって言い回ってね、事なきを得たというエピソードがあったわけですよ。そっか。こんなところでバラされるなんて思ってなかったなるほどね野球部だったのかもね、この手紙を、ね、知ってたのかもね。そうそう、その時バットを借りた人かもしれない。そうね泉さんありがとう。 まだあるよ。まだあるよ。まだある。まだある。山田三号さんからいただきました。山田三号はい。ななみんって子供の頃、うん、体が黄色くてよくピヨピヨ泣いてたって聞きました。よく大きく成長しましたね。あー、そうなの。私ね、最初ね、人間じゃなかったんだよね。嘘でしょそうなの。ある時から私人間になれたんですけど、本当にね、体が黄色くてね、それでピヨピヨしか言えなかったので、なんでね、私人間になれたかっていうとね、まあ、そうピヨピヨって言ってたら、あの道をね、通りすがって優しい人がね、私になんと米粒をくれたの。米粒。そう、お米をくれたので、私ね、食べてね、あまりの美味しさに衝撃受けちゃってね、はいはい、だから私人間になって、この白ご飯をね、たらふく食べたいって思ったのねだからね、私はね、そっからね、もう白い米をね、もう食べまくったらね、うん、肌がだんだんね、白っぽくなってきて、肌色になってきてね、私は人間になることができたんです。なるほどね、色的に緩和されてったってことかそう黄色と白がね。なるほどね。そうそうそう、君の肌の色はパレット出てきてるのね。そうですか続きまして、はい、いきますよ、はい、ルネアさんからいただきました。ルネア、ありがとう。最近ふと思い出したのですが、何何、ななみんって子供の頃、お使いで商店街へ行くたびに、あまりの可愛さにお店の人からサービスでおまけをいっぱい渡されちゃって、いつも帰る頃にお母さんに渡されてたトートバッグがはち切れそうになってましたよね。あー、ね、そうね。微笑ましい反面、パンパンのバッグが重くて大変そうだなと心配だったのですが、実際どうでした？うん、いや、そうね、私まだあのひよこだったんだけど、その時はね。そうなのそうなの。でもやっぱお母さんからお使い頼まれちゃうから、うん、やっぱちょっとあの人間の姿になってね、白ご飯をたらふく食べて、その瞬間だけ、それでね、商店街に行ったのね。そしたらやっぱり私ってね、アイドル性が備わってるみたいで、なるほどね。そうなの、アイドル性が昔から備わってるみたいでね、やっぱり商店街のおばちゃんとかおじちゃんとかね、うんうん、なんか若者たちとかが寄ってきてくれて、うん、ねえ、ななみちゃん何が欲しいのって言うから、白ご飯が欲しいって言ってねそれをね、うん、もう何キロものね、あのご飯をね、トートバッグに入ってたの米だったんですね。そうなんです、トートバッグに押し詰めて、私はお母さん買ってきたよ今日もって言って戻ってたの。ひよこの母は何なんだろうね、ニワトリなのかニワトリ、そうね、ニワトリかもね。やばいな、トートバッグ、はい、みんなよく知ってるな。いや、まだあるよ、まだあるよ。まだあるの。いきますよ、はい、ハッチーさんからいただきました。ハッチー、サンキュー。ななみんって子供の頃、運動会の徒競走で優雅にモデル歩きされてましたよね。あー、すまし顔をしながら歩くななみん、お綺麗でした。あー、でもね、うん、半分合ってるかもしれない。え、待って、私ね、本当にね、子供の頃から走りが超遅かったの。だから徒競走とかも緊張しちゃってね、で最初の頃はめちゃめちゃあの頑張って走ってたんだけど、もういいやと思って、もう可愛く走ればいいと思って、そうなの、全力で走ってなかった。マジ？見てただろハッチこれは本当のやつだな。本当のやつかも。なんかでも全力で走んなくても、こうやってこうやって、なんか私のね、可哀想でみんなに知ってもらおう、いい機会だみたいな感じでねそう走ってた。私はそれね、あの足の速さで一番にはなれないということで、ね、違う方面でね、一番を狙っていたという、そんな子供でした。小さい頃からアイドル性備わってますね。はいはい、まだいきますよ、はい、マットホワイトさんからいただきました。マットホワイト、うんうん。ななみんって子供の頃、うん、町内の電柱すべてに名前をつけて仲良くしてましたよね
特によ。特に駄菓子屋横の子と仲が良かった気がするんですが、はい、どうしても名前が思い出せません。ななみはもちろん覚えてますよね。ああ、知ってるよ。あの豚麺の友でしょ。豚麺の友、私がその電柱の横でいつもその駄菓子屋さんで買った豚麺をすすってたのよ、うん、あ、なるほど。そうなの、それで語り合った仲なの。もう今なんてね、豚麺なんて食べることなくなっちゃった。あらららら ら, ら。まあね、徳島に帰った時には、うん、はい、その駄菓子屋の横の豚麺の友とね、うん、また豚麺をすすりながら語り合いたいと思います。他にどんな子がいたんですか、電柱なん。他にはね、うん、ねテストで100点取ろうっていう子がいたんだけど名前じゃねえその子は、あの私がテストがね、あの自信なくってどうしようっていう時に、ね、励ましてくれた電柱なんだけどね。そう、その子がいたから私はテストで100点取れたんだっていう電柱が、思い出の電柱があったりします。思い出をそのまま名前につけるタイプの人ですね、うん、豚麺の友というね、はい、素晴らしいですね、はい、はい、ということで、なぜか皆さんが知っているななみさんの子供時代の思い出を教えてください、はい、ということで、山下ななみ思い出の1ページでした。言葉胸キュンカルタ、ラジオネーム三河屋さんからいただいた。あ、あかんで、うちに惚れたらやけどすんで。吉岡真由と山下ななみの言葉パンケーキ。そろそろ終わりの時間になりました。まだまだ喋り足りない。あー、ほんと、はい、いやー、というわけでほんといろいろやりましたけれども、話してきたね。うん、ねえ、なんか初回にしてはめちゃくちゃ濃くないですか。濃いよ。私もあのななみんなんかね、山下ななみ思い出の1ページで、うん、今日1日分の仕事分のカロリーを使い果たしたまだお昼だというのに。いやでもすごいですね、はい、やっぱりなんか初めてじゃない感じがすごいする。そうね、うん、そうなんですよ。これは知ってる人は知っているっていうようなね、うん、コーナーになんですけど、本当にみんなバラエティ豊かに手紙を、言霊を送ってくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、ということで、ね、今回ね、胸キュンカルタ、そうそうそう、胸キュンカルタっていうのをねしてるんですけど、うん、ジングルで使っております、うん、あのつくフレーズをおさらいして、あと胸キュンカルタのあをねどれにするか一つ決めたいと思いますが、どうする。ちょっとまだね候補がね残ってるので、マイシーに読んでもらいたいと思いまして、ゴーがね私まだ選んでたんですよ。なんで。はいはいはい、だから読んでもらえますか。はい、ね、これあ、なんか他の企画でも送ってくれた方だわ。あ、いくよ。コトパン胸キュンカルタ、ラジオネームマオンさんからいただいた。あ頭の中があなたでいっぱいなの耐えらんなかった。あー、ちょっとこれは耐えらんなすぎだな。ごめんなさい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 。あのマイシーのねあの良さってね、うん、本当にあの言った後なんですけど、おい、これ企画ダメなんですけどあの言った後ね、マイシーがね、うん、超恥ずかしそうにね、うん、ちょっとねウィーンってする顔がね一番可愛いんです。はい、それを見せられないのが本当なんとも悔しいんですけどまあ読んでもらったので、じゃあこの4つの中から、はいはい、あを決めたいと思います。なるほど、どれがいい。でも私最初の衝撃でかかったんだよな、一発目でこのクオリティ出すんだっていう。スッピーさんかな。スピーさん、スッピーさん、うん、ななみが最初に読んだやつですね。ですかね。まあでもカルタにするなら短くてもいいかなとも思うんで、そんなに、それはそうなんだよな。ななみ的一番ある。なんだろう。でもさ、うん、あーからちょっと関西弁やとさ、うん、ちょっと濃すぎん濃いかカルタにしてさ、最初あー関西弁やったらちょっとそこの後聞こうかなってちょっと難しいよねだからちょっと三河屋さんはすごい、あの胸キュンカルタのセリフだったんですけど、うん、関西弁だったということで今回はね、また別の言葉でじゃあチャレンジして、はい、再チャレンジを待ってますだからスピさんの、うん、このドンカ男か、うん、琥珀さんのあ、会いたいって言ったら迷惑かな
と、ワオさんの頭の中があなたでいっぱいなの、うん、です。でもワオさん他の企画でね読んでるから、そうか、じゃあ胸キュンカルタちょっとこのスピさんか琥珀さんにしましょう。オッケー、うまいし決めて。マジ、うん、でもそのカルタにするっていう意味ではやっぱ、うん、最初王道の短いこのこれぐらいのセンテンスでっていうのを、はい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 、提示しといた方がいいんじゃないですか。大事大事、はい、じゃあそれでは、あは会いたいって言ったら迷惑かな、遅れたいと琥珀さんのものに決定しました、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん ね次50音全部増えていきますから、引き続きよろしくお願いしますね。いって難しくない、い今からか、あ今からとかか、うん、いあれ出てこないな、い今からの他にある、いインドとかじゃない、インド、あいつもね、うん、あはい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 、い生きがいってとか絶対胸キュンにならないなんか私はもう本当にね乏しいんですけど、これをね書いてくださる皆さんは本当プロなので、はい待ってます、レパートリーをお願いします、はい、ということでこの番組では皆さんからのメール、そして言霊を募集中でございます、うん、みんながねこれ書いてくれたら叶うかもしれないみたいなことも、うん、まあ、いわゆる言霊ですね、うん、はいお願いします。インターネットラジオステーション温泉の番組ページにあります投稿フォームへ送ってください、うん、はい、そして、うん、実はまだあるんですよね、うん、あります、温泉プレミアム用の企画というのも用意しております、はい、今回なんとですね、私吉岡真由脚本のショートドラマを、はい、2人でやっていきたいと思います。はい、そうなんですよ、オープニングでも話してたんですけど、ね、本当に毎週昔からね、うん、脚本書いたりしてるんだよね、ツイッターにも自分のプロフィールのところに脚本家でちゃんとしっかり入れてますので、そうだよねもう言ったからにはやらなきゃいけないっていう、ね、本当に言ったからにはこうやってお仕事が舞い込んでくるわけですけど、はい、なんかそれをね私はちょっとありがたく、じゃあこの後プレミアムの方で、はい、ぜひ聞いてください、演じさせていただきますので聞いてください。あと公式ツイッターありますから、そう、聞いた方はそちらの方にもね、うん、コメントしていただいてもいいし、うん、そちらフォローしていただいて私たちの情報をどんどん出していきましょう。ハッシュタグコトパン、コトパンとかコトダマパンケーキとかでね、うん、いろいろつぶやいたりしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで引き続きプレミアムの方でもよろしくお願いいたします、うん、それではそろそろ終わりにしましょう。コトダマパンペーピー、あなたワモベーブがお歌お願いしますはい、それではそろそろ終わりにしましょう。コトダマパンケーキ、次回も召し上がれ。この番組はインターネットラジオステーション温泉の提供でお送りしました。